ジェノサイドは、高野和明による日本のサスペンス、SF 小説。野生時代にて2010年4月号から2011年4月号まで連載し、2011年3月30日に、角川書店より出版された。第65回日本推理作家協会賞長編、及び連作短編集部門受賞作、第2回山田風太郎賞受賞作、2012年版この、 ミステリーがすごい。1位、2011年週間、文春ミステリーベスト10.1位。第33回、吉川英治文学新人商工補作。第145回、直木35商工補作。南京大虐殺と関東大震災時の朝鮮人虐殺について書かれているが、これは、今後ルワンダ、ナチスの虐殺を書きながら、日本がしたことを書かないのは、 不公平だと考えたため、元グリーンベレーのジョナさん、ホークイエーガーは現在はイラクで民間軍事会社に勤める傭兵。難病を抱える息子の命を救うため、その身を危険にさらして大金を稼ぐ必要があった。リスボンで専門医の治療を受けている息子の元に赴くため休暇を取る予定だったイエーガーの元に奇妙な任務が舞い込む。提示される 破格の報酬、最高ランクの機密、準備を含めて1ヶ月を要する作戦。イエーガーはいわゆる、汚い仕事であろうと推察する。だが、容態が悪化し、余命1ヶ月となった息子のため背に腹は変えられず、イエーガーは、危険な任務を承諾する。南アフリカ共和国に向かったイエーガーはそこで、エリスグリの精鋭である3人の仲間と対面し、 彼らと共に訓練を受ける。イエーガーたちに与えられた任務は、第一次アフリカ大戦が現在も行われている、今後民主共和国に密かに潜入し、危険な病に取り憑かれたピグミー族の住人たちを駆除し、これまで見たこともない生物に遭遇した場合はそれを排除することだった。その任務がアメリカ合衆国大統領、バーンズの命令で、 人類絶滅の危機を防ぐため発動されたネメシス作戦だとはイエーガーが知るよしもなかった。一方、日本の厚木では大学院生のが賀健人が父親の葬儀を行っていた。うだつの上がらないウイルス学の研究者で大学教授の父政治に反発していた健トは、創薬科学の研究室にこもり、昼夜を問わず実験に明け暮れていた。 ケントは葬儀に参列した父の知人で大手新聞記者である菅井からハイズマンレポートという耳慣れない単語を聞く。30年前にアメリカ大統領の命令で作成された報告書。それは生前の政治が菅井に尋ねていたものだった。葬儀を終え、研究室に戻ったケントは自分の PC に届いた一通の電子メールに凍りつく。 それは亡くなった政治から送られたもので死亡してから5日も経ってから配信されたものだった。自分の死を予見していたかのような記述と父と子の間でしか知り得ない秘密。胸騒ぎを感じたケントは、実家の父の書斎にあった本の間から政治の残した1枚のメモとキャッシュカードを発見する。1、本とメモは処分しろ。に黒いノートパソコンを保管し誰にも渡さないこと。 3. 好きに使って良いという500万円入ったとされるキャッシュカード。4. 町田市にあるアパートの住所と鍵のありか。5. すべては多言無用。携帯電話や電子メールはすべて盗聴されていると思い用心しろという警告。まるで被害妄想に取り憑かれたかのような最後の文章。だが、政事は実家のある厚木でもアパートの住所である町田でもなく、 三鷹駅で明らかな病死により最後を遂げ、通報者である女性はなぜか現場から姿を消していた。母から父の不倫を伺わせる話を聞いたケントは混乱した、まま町田のアパートを訪れる。父が不倫相手との応勢を重ねた隠れ家と思っていた彼の意に反し、その部屋はさながら小さな研究室といった様相であった。自分の研究を引き継いで、 GPCR の作動薬を創薬しろ。危険なら投げ出して構わない。期日は2月28日。残された父のメッセージ、そしてパソコンに入ったギフトという極めて高度な創薬ソフト。そうした事実を知ったケントの周囲はにわかに慌ただしくなる。ケントに接触してくる謎の女性、酒井由り、友人の土井に紹介された韓国人留学生。 リ・タダシ君から聞いた、このソフトを作った人は相当優秀だという言葉。そして真夜中になり出した、携帯電話から聞こえた、逃げろという電子音声の警告。その直後、警察の捜査が自分の身に及び、ケントはあわやというところで逃げ出す。次第に、真実味を帯びていく、父の言葉にケントは、自分が抜き差しならぬ重要な使命を与えられ、 日本政府をも巻き込んだ重大な事態に巻き込まれたのだと痛感する。全く繋がらないはずの二人の主人公の物語がアフリカ奥地と東京郊外のアパートで同時進行していく。イエーガーとケンと二人の主人公はやがてそれぞれに想像を絶する驚愕の事実に遭遇することになる。イエーガー対カンガバンドの人々合衆国関係者イエーガー・ケソノだ。 韓国で、ジェノサイド出版国籍を超越した人類愛、李修健さんのストーリーも、中央日報、http://japanese.joins.com スラッシュアーティクルスラッシュ2 5スラッシュ 155205.html、ハンギョレ2012年7月8日、ありがとうございます。